チバファイトシリーズ1日目俺たちぶっ飛べミサイルキッカーズ勝利したぞ。もう来てるね、いい調子できてんじゃねえの。おい来てますね、行くぞ、はい、行くぞ、はいはいはい、まあ10月30日タイトルマッチ決まりましたからね、そこに向けてと、あと9月23日、金曜日祝日は、そう、俺たちのプロデュース工業、そこでも俺ら組むんでね、ぶっ飛びミサイルキッカーズ、結成記念試合、何が何でも勝ちましょう。どうせということで、いつものあれ行くぞ。よっしゃ、俺たち二人が目の前に立ちはだかる全てをぶっ飛ばす。いや、まあ、プロデューサーのね、いうことはプロデュース講義においては絶対とは言わんけども、やっぱねプロデューサーが、意図する試合をしたいとは思ったけど、これはね本当プロデューサー以外は誰も意図はしていない、こんな試合をね積み重ねて20年やってまいりました。21年目からもこれを積み重ねて進むのみです。ありがとう。あ、特に言うこと本当何もないね。ね、こんなカード組み上がってふざけんなとは言いたいけど、まあなんか、面白かったのかな、どうなんだろう、楽しくはやれたかな、たまに息抜きね、にぎやかに、我々楽しめました。フットワークリメイン頑張って、頑張って、きつい、ああきつい、いやきつい、あきついぞ、あきついけど、きついけど、めちゃくちゃ楽しいじゃないか、そんなにそんなに、こういう戦いやらないけど、やると楽しい、きつそう、楽しい、たまにはこういう戦いも、いいんじゃないですか。ただただ、今日は俺の負けだ、俺の負け、勝つまでやるぞ、勝つまでやってやる、俺は常なるダックチャンピオンなんだ、こんなところで負けてたまるか、もう一回だ、もう一回、くそ熱い、熱いぞ、ニキなのか、2AW なのか、グレンなのか、花見先生なのか、わかんねえけど、こんな熱いリングに、呼んでいただき、ありがとうございます。この熱を求めて、私、水木はガンプロからいつでも駆けつけるので、負けっぱなしだろ、ニキ、またやろうぜ。花見達也ね、ああやって花とか好きなんじゃないですか。ああやって結構ね、血にまみれるのが好きなのかな。ああいうハードな、プロレス、ハードなそういう形式もちゃんとこなしたし、もっと楽しみですね。彼が、そのハードコアというジャンルで僕のライバルになるのか、まだ時間かかるかもしれないですけど、なんかね、楽しみなそんな選手でした。シングル戦ったことないけど、またあのバイクある限り俺は来ますよ。この 2AW スクエアにあのバイク、ちょっとブレーキ効かなかったけど、あのバイクある限り俺は必ず 2AW スクエア、そして 2AW に参戦します。ありがとうございました。まずは本当に9月17日プロデュース、リーダーの自分の至らないところがありすぎて、ちょっと、いろいろあとは分かりませんが、来ていただいた皆さん、見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。そして宮本優子選手、今日は本当にありがとうございました。ただ、自分はこんなんで終わりにするつもりはさらさらありません。
今日だってチャンスも何もないところから、こうやって動いてあなたにこぎつけることができた。だから、どんな形だってこれからだってやれると思ってる。だから、かつて、自分が小さい頃に見てたリング上で見てたその背中、いつかじゃねえよ、必ず超えてやるから、またその時はしっかりと俺の前に立ってもらいますよ。本当にプロデュース工業めちゃくちゃやる前はいろいろと難しくて、いろいろと大変だけど、結果こうやってね、やったらやったで、すげえやってよかったと思える、最高の興行だった。けど、うちは 2W は千葉ファイトシリーズっていうシリーズでやってて、これからあと2連戦、そして、何日かまたいで、また2連戦で、各、うちのユニットがやっていくから、これで消耗することなく、この後の千葉ファイトシリーズも楽しみにしててください。今日はありがとうございました。くそー、悔しいなー。